どうも、ホチセルのリクトジャスイトでん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 、やる気元気大気ボール私は大砲よ。出た、マンガロール、ライチ。はい、はい、ということで、今日はレクリエーションということで、はい、今日はですね、従業員みんな集まっているので、はい、なんと、うん、ボーリングにちなんで、はい、歌舞伎町有名ホストに聞いてみた、はい、理想の女性の体型。そこは投げろよ、バンガロール。はい、ということで、その体型か、せっかくホストがいっぱいいるから、はいはい、ホストにモテる女性の体型っていうのは何なの、どんな気になるね。まあまあ、確かにね、これをホストに聞いてね、今から聞くの。はいはいはい、今から聞きます。光にも答えてもらうよ。まあ、じゃあ、はいはい、あれ、それではいきます。はい、カウントダウン TV。 私は大砲だ。 H カップバン。インタビューなんですけど。あ、インタビューなんや、はい、ドッキリじゃないんや。ドッキリじゃない。全然良かったのに、水とか。まず一回投げます、すいません。女性中途半端です。でも俺のファンがさ、ちょっと羨ましがるんじゃない。はっきり言うけど、ムチ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 、体重 56。 カップは、カップはいらない、関係ない、関係ない。お尻や、ね、お尻と噛んで、あと演技すんだ。それ以外はもう何もない。ありがとうございました。誰が有名人？有名じゃねえわ。何も有名じゃないわ。こいつガリガリ好きやからな。165。165。F カップ。おお。45キロ。おお。いや、いるか。ガリガリ。インタビューしてる。お疲れ様です。あ、だめだめ。こちら。だいぶ近いです。あ、もう。もう。ブレが。だめだめ。好きな女性の体型とカップ数の体重、はい、体重はどうでもいいっす。おえ、カップ数は大きければ大きいほどいいよ。好きな体重は、まあ、50くらいですかね。割と細めが好きです、体型は。あとは好きなカップ数は B か C。 B か C の子を紹介して待ってます。ガイガイス、ガイガイス。好きな体型は、まあ、わがままボディね。カップ数は I 以上で、体重は80以上です。好きな体型は F カップの、 F カップの160センチぐらいの、160センチ、人妻。お疲れ様です。お疲れ様です。体重特になし。体型はむっちり、むっちりむっちり。カップ数は大きければ大きいほど。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。体重、体型、カップ数聞いてます。でかすぎず細すぎず。マジ本当に無駄になっちゃってごめんなさい。ボーリングに真剣だから。なるほど、なるほど。でかすぎず細すぎずで、細すぎず全てちょうどいい平均です。なるほど。僕平均好きなんで、はい、お願いします。細型のボンキューパン。まあ、体型は細め。おで、まあ、体重、体重はまあ50から60。おで、巨乳がいいですね。舐めましたこんばんは。奇遇ですね、ちょうど僕の番なんです。来るよ。
目に残しました。この見た目でボウリング下手やったらキモいっすよ。50F カップ。おお、だいぶ具体的や。はいはい、いいですか。小松菜なら 45Z カップ。ありがとうございます。俺は痩せすぎず細すぎずかな。一緒です。俺カリカリの白ギャル。あ、ガリガリ好きやい。あとお尻が好きです。これはあ、僕もボンボンボン好きなカップっすよ。じゃあお前 A カップの。いや、B っす。 B がいい。珍しくないです。 D D D カップ。これ A H。 逆に好き。あ、僕まあ K ぐらいですかね。ちょっと思うんだよ。はい、おい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 。君が好き。体重は50キロ。細身。あ、でも細身よりちょっとこう肉がつくぐらい。揉めるぐらいに。そうそうそう。で、D カップ。 D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  自分は身長151cm ベスト。もっぱいはもうもはや大きさじゃない。乳首がでかいやつ好き。 あとは体型で言ったら肉つきがある女性だね。 あの AV 女優で言ったら葉月のぞみよいしょ。おはい、何ですか。あ、まあ、自分より小さければ。まあ、身長はね。これはそうや。俺前。あ、そうなんだ。体重は、リンゴ3つ分。おお、軽い。カップ数は、サイズより味。おー、うわー、エッチ。味ですよね。お疲れ様。そうなりますよね、はい、背景はね、そのよりゴールドにしたことはないんだけど、はい、俺はね、ここで寝たいの。おっぱいの、はいはい、だから、まあ、D ぐらいかな。おお、寝れるぐらいの。そうそう、ここのここで寝たい。体重は俺より超えてなければいいんじゃないかな。僕72なんで、はい、それ超えてなければ大丈夫。おー、なるほどなるほど。じゃないと抱っこできない。おー、お姫様抱っこしたいから、はい、体型はフィニッシュ
しないかも。おその俺より体重少なければいいから、足短くても背短くても目ちっちゃくてもここで寝れるやい。あそこ。お疲れ様です。あれあれ。お疲れ様です。あれ全然目合わせてくれ全然目合わせてくれ なんですかボーリングオール 177 え、マジっすか110、110まあ余裕かな女と玉を転がすのは余裕かな玉入れば一回行ってるから女性の好きな体型、体重、カップ数聞いてるいやは初めての体重、体型、カップ数、はい、身長によらんそうまあそうですねわかるか、まあ知らんし、みんななんて言うの伊豆の身長体重カップ数そうですね120センチ、150キロ、K カップオーロリコン好きなカップ数とか特にない好きな部位とかやったら言えるけどねあ、じゃ あ好きな部位とかでも全部へそ女性の体全部俺へそ顔に合ったカップ数っていうのももちろんあると思うああなるほどなるほど一概にこれがいいってないなじゃあ生足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 がいいへそへそ生足へそなんだへそってへそが好きだえ本当に空島の挨拶やんへそだってここ来るまでも生足についてて行ってねえ行ってねえ毎日送れるやないかと基本的に女性という生き物が好きだから確かに俺はねどういう形でも別に本当にいいそれは100キロとか嫌よいやそれねそれは違うサイズがバランスが合うもん俺はでも嫌とは言わないよ俺らがちっちゃいから悪い合わないじゃカップ数とか俺例えばじゃあ E カップからがいいって言ったとするやん、はい、お前165センチで何言っとんねんって言われる確かにお前お前 B 寄りの C やねんかって言われるわ女の子は男の180センチだそう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 いうので女の子を決めつけるのは良くない邪魔らしいです、はい、ですよねだからまあちなみにお前はどれぐらいがいいんじゃん僕ですか僕は身長158センチの D ぐらいがいい D って何 D カップ D カップ D ぐらい D ぐらい僕と身長がちょうど別身ああそういうのがあるんや D カップ贅沢やねまあ俺はともまあそうやねもう面白くないけど俺と一緒にいてくれるなら別に誰でもいい誰でもいいらしいよハッシーはどんな女でもいい俺は誰でもは嫌だなおいいやーお疲れ様です指痛えいやいやいやパン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 てパン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 おわえ、大輝は A カップなんや聞いたからビクトさんってどんな女性の体でも好みそうね、女性だったらね俺はなんか知らん知らんやろなったそうなんやなったケツがでかい女日記見直しお前はどんな聞いたのよ、それは俺がもう聞いたのよはい、ということでね、はい、皆さん、これからねあのホストクラブに行く人はぜひ理想の体型になってみてくださいあのそれぞれだねホスト関係ない個々の理想だよあでも世間一般的なっていうのもあるからね一応ね一応あるけどここそれでは今日はここまではいナイスショット出たうん、トレンディエンジェルハゲてないいや前撮りと後撮りが一緒なんやけど前撮りと後撮りすごいなすごいな体感が早いっすね早いし最近のホッシングのトレンドはエイペックスやなでもはい、でも一応ホッシング3人エイペックス結構うまいか長いガストロップを仕掛けるストライク取れるとこ見せたのI'm sorry.
ストライク取ったら結婚してください。